投票まであと3日に迫った東京都知事選。東京 MX ニュースは主な候補者の選挙戦をお伝えしています。今日は元参議院議員の小池晃氏の戦いです。福祉を切り捨ててきた都政も、防災は都民任せで後退させてきた都政も、命を軽んじるという点で根っこは同じです。今こそこうした石原都政をチェンジすべき時ではないでしょうか。共産党推薦の小池晃氏、参議院議員を2期務めました。今回共産党や労働団体などによる革新都政を作る会の要請を受け、無所属で出馬しました。東日本大震災発生後はそれまで訴えてきた福祉都市東京に加え、大地震や津波などへの対策を重視したマニフェスト、命を守る福祉防災都市東京も掲げました。街頭演説には共産党の志位委員長も応援に入ります。チェンジ石原が必要です。その願いを託せる候補者はただ一人、小池晃さんだけであります。新銀行東京や築地市場の移転など、石原都政には明確に反対の姿勢を示し、築地市場にはこれまで何度も視察し、関係者と意見交換を重ねました。豊洲の土壌汚染や液状化などの問題を改めて指摘、移転中止を強く訴えています。頑丈にできてますよね。まあ、老朽化してるって言うけども、やっぱり昔のやっぱり関東大震災の直後に作っただけあって、すごく土台なんかしっかりしてるから、ここはやっぱり再整備していくのがね、一番僕はいいということを実際見ても思いますよね。さらに大震災による計画停電が医療の現場にどのような影響を及ぼすのか、小池氏は計画停電の対象になっている診療所も視察しました。小池氏は政策論争の場としてテレビ出演や討論会なども積極的に参加しました。初めてこれ最初に最後になったら困りますね。ちょっと欲求不満ですよ。もっとやんなきゃ。ちょっと少しこうね、論点が出てきた感じのところで終わっちゃったんで。共産党の推薦は受けているものの、無党派層や若い世代にも広くアピールするため、街頭演説ではユーモアを交えた演説を意識しています。また自身も好きな街だという秋葉原では、去年改正された青少年健全育成条例の廃止を訴え、アニメファンなど若者が集まりました。私が都知事になったら、今回の改悪部分を廃止する条例を都議会に提案をいたします。やっぱりこれから国際化っていうんだったらば、文化の多様性とか価値観の多様性とか、そういったことがやっぱりね、十分に保障される街っていうのが、私は本当の国際都市だと思ってますので。東日本大震災の発生を受けて、街頭演説や選挙カーの使用を自粛する候補者が多かった今回の選挙戦。当初は選挙を延期すべきと主張していた小池氏ですが、実施が決まった以上はしっかりと政策を訴えないと都民に失礼だとし、街頭でも精力的に政策を訴えました。本当はこういう時に選挙やるべきじゃないと私は思いますよ。でそれは訴えてきたんだけど、やっぱりやるってことになっちゃいましたから、きちっとやっぱりその都政をめぐる問題とかね、争点とか私の主張とか伝えていかなきゃいけないから、私はそれは堂々とやっていかなきゃいけないと思うんです。それが私たちの責任だと思うんですね。自粛ムードで十分な政策論争はできなかったものの、演説に足を止める人も増えてきたと手応えを話す小池氏。チェンジ石原都政を最後まで訴え続けるとしています。東京都知事選挙に立候補しているのはご覧の方々です。